い、どうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ今回は、はい、こちら行きたいと思います。先日ですね、2月の14、15、16日ですね、金土日とね、開催されました、大阪オートメッセですね。そちらで前々から気になってた特注トミカが売ってたんで買ってきました。エムズスピードさんが出している分ですね。さあではね、早速ちょっと見ていきたいと思うんですけども、これがね、まあ一応割引は割引だったんですけど、定価が2500円のところ2000円というね、まあトミカにしてはそこそこ高いっていうね。まあでもね、めったにちょっと買える機会ないんでね、とりあえず購入しました。さあではね、もう早速ちょっと見ていきたいと思いますが、パッケージはいこんな感じです。はい、正面はこうなっててね、エムズスピードさんのロゴですね。でホイールがありまして、あとね左右にもねロゴ入ってますね。で後ろのこの背景がこうチェッカーフラッグのような感じのデザインになってますね。いいっすね、なんか本当に特注感あるで、こちらの面、底ですがこんな感じになってて、上の部分は、はい、こちらは注意書きです。で蓋の部分ですが、はい、こちらね、いいですね、 GTR のロゴ入ってますね。今回の車両は GTR です。で反対側の蓋もこんな感じ、同じくロゴ入ってますね。で背面はこうなってるんですけど、まあ、これ背面なのかな、両面とも同じような感じなんで、どっちが表でどっちが後ろか分かんないですが、まあ、こっちがやっとすると表かもしれません。まあこんな感じのね、非常にちょっとこうかっこいいデザインになってますね。あ、よく見たらこれ背景も大きなホイールか。ああ、なるほどね、そうなってるんですね。さあそれではね、ちょっと1台2000円の高級な特注トミカ、ではではね、ちょっと楽しんでいきたいと思います。では開けましょう。おー怖い。まあさすがにね、結構限定商品とは2000円はね、うん、一瞬ちょっと迷ったんですけど、もう機会がないんで言ってもね、うん、とりあえず購入しました。ちなみにイベント期間中ね、限定100個だったみたいですね。売り切れたかどうかちょっと知らないですけども。ではでは出していきましょう。ちょっと初対面なんでね。おー、なるほど。で、あ、な、え、あシールか。ほい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 。これ絶対貼らないっす。もったいないんで。ちょっと予備でもね、手に入ることがあれば貼ってみたいと思うんですが、こんな感じのシールシートが1枚ありますね。まあ貼ったらね、仕上がり良さそうなんですけどね。まあ本当に予備が購入できればまたね、貼りたいと思います。で、ええ感じの GTR ですけども、めっちゃ良さげですね。さあ、ではでは出していきましょう。すごい。はい、車体のベース自体は R34 ですね。結構これまた嬉しいですね。ではではちょっと見ていきましょう。はい、まずね、フロント部分こんな感じの仕上がりになっております。まあシンプルなんですけどもね、非常にかっこいいですね。形はよくできてますね。あとヘッドライトはクリアパーツですね。結構しっかりしたクリアパーツになってていいですね。見栄えはかっこいい。でメインのボディカラーはメタリックブルーかな。でもそこまでね、メタリック感はないんですよね。まあ落ち着いた感じの本当ね、メタリックブルーとなっております。深みがあって素敵です。でボンネットのデザインですが、はい、こんな感じ、チェッカーフラッグと、あとねロゴがこのようにプリントで入ってますね。で側面見ていきましょう。はい、横はこのようになっておりまして、はい、側面のラッピングもいいですね。非常にこうね、文字とかね、ロゴ関係とか細かいですが、しっかりと入ってます。ちょっとねこれ見にくいと思うんで、後ほど画像拡大しておきますね。見えるかな。で、あとこの後ろの方にもロゴ関係が入ってて、あとね、おっきめのチェッカーフラグ、こちらもね、デザイン入ってますね。で、気になるこのホイールなんですけども、ちょっとこれね、後ろはいいんですけど、前ね、これプリントずれちゃってるんですが、まあ、こちらね、ホイールのデザインがプリント仕上げなんですね。ちょっとこっちの方、ちゃんと真ん中に入ってて欲しかったかな。まあ、ここはちょっと答え差ね、当たり外れありそうな気がします。で、後ろ行きましょう。はい、テール周りはこんな感じになっておりますね。まあ、おなじみのテールなんですが、非常にね、かっこいいですね、いつ見てもね。この丸いテールレンズが本当にかっこいい。で、リアウィングですね。はい、こちらはボディと一体成形になっておりまして、非常にね、かっこいい仕上がりとなってますね。で、反対側の側面ですが、はい、こちらもこのようになっております。はい、各種ね、ロゴ関係も、このようにね、しっかりと入ってますね。まずこちらね。ここは大きめですが、ドアの部分は細かいですね。こちらもちょっと後ほどね、拡大して僕もね、確認したいと思います。あとはチェッカーフラグも入ってますね。で、ホイールはこちらのクオリティは、ちょっとずれてる。まあ仕方ないのかな。そういうことにしときましょう。で、上から見てみると、こうなっておりまして、はい。で、くるっと底の部分は、はい、このようになっております。で、ベースですね。1998年、ナンバー20番の日産スカイライン GTR R34 となってます。で、これそこから見ると分かるんですが、本当にこのボディのね、このタイキャストの厚みがすごいですよね。頑丈そう。強そう。で、ギミックですけども、こちらね、サスペンション機能と、
あとはね、左右の座のね、開閉機能が、はい、こんな感じでついてますね。では、この状態でもね、ちょっとくるっと見ておきましょう。はい、内装はこんな感じになっておりまして、まあ、非常にね、まあ、ベース車がいいんで、とてもね、かっこいい仕上がりになっておりました。R34 っていうところがちょっと嬉しいですね。うん。もういっぱいね、34のこう、カスタムカーとか出てほしいですね。いろんなね、ところからね。はい、ということで今回は簡単でしたが、先日ですね、開催されました大阪オートメッセ、そちらのね、会場で手に入れました。まあ2000円とね、ちょっとこうお高めの値段ではあるんですけども、特注トミカですね、ムズスピードさんの R34 の GTR です。さあ皆様ね、いかがだったでしょうか。まあ非常に嬉しい、R34 のこのカスタムカーっていうのは非常に嬉しいですね。特注トミカ、しかもね、まあまあ値段はね、もう、これ以上はいかないでおきましょう。まあただただ本当にあの価値あるものに今後ね、なってきそうな感じもするんで、高いんですけども買っておいてね、損はないとは思いますんで、まあ今後ね、行われるイベント会場とかでもね、ちょこちょこ出てくるんじゃないかと思います。まあ、なので気になった方はね、ちょっとイベントとかでムズスピードさん見かけたら、ちょっとね、探してみてください。ということで今回はね、この辺りにしときたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のね、チャンネル登録やコメント評価、どんどんお待ちしてますので、よろしくお願いいたします。あと、ツイッターやね、インスタもやってますんで、そちらのフォローの方もね、ぜひよろしくお願いいたします。では、今後も最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございました。またね、他の動画でぜひお会いしましょう。ではでは、ごきげんよう。さよなら、バイバイ。